どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデジャってことだな。オンサイズを倒せる、2つのデッキがあるのでご紹介していこう。オンフェンバックル、こやつはな、リーダーのデッキ。こやつは闇属性が8体以上、獣子属が12体いる場合、デッキ内全員の HP120、アタック180、垂直耐性100、睡眠耐性100ということで、ここのな、ドハマリのリーダーじゃ。他の衰弱、睡眠、ウォールブロック、ヒールブロックが出現って書いてあるので、ウォールブレイカーとヒールブレイカー持ちの、コとか、ウとか、オとかな、そういう感じの言葉を入れてある感じだ。言葉の、一応、あれを見てみよう。ウが何枚あるか。ウが、4枚入っとるの。で、こが、一応これ、かだけど、これ、このつもりで。こは、1、2、3枚。で、あとは、ととか、おとか、ほとか、ふだな。そんな感じや。これはな、とりあえずあんまり使わないので、とりあえず入れてる感じじゃな。ウォールブレイカーとヒールブレイカーを持っておるのね。あと、銃の旋律っていうことで、一応、この、ほぼほぼ銃の旋律のメンバーで、デッキを組んである感じなんでな。なので入れてる感じじゃ。あと、おすすめといえば、こやつかな、オートリオール。こいつ降臨クエストで手に入って、オンという言葉を使って6回攻撃できるので、手軽でいいのでな。こやつは結構いいと思うぞ。そんな感じかな。とりあえずこんな感じじゃん。っていうことでやってみよう。竜の旋律ばっかしなんでな、このデッキは。もう連携でぶちのめす感じじゃん。よし、ということで、こう、どうしようかな。こう。この場合、歩行行にするか、下行行にするかは、お好み次第。とか来たな。と置いて。で、下行行にしようかな。これにしましょう。下行行の方が、ヒール全部割りやすいか。一応これが、スーパーヒール。じゃないか、ウォールか、こっちは。ここでも割れたかもしれんの。メンバーによっては、ザコがな、もうこの一旦で破壊できる可能性もあるので。未熟さに気づけました。とりあえず、よし、半分ずつぐらい減ってるな。カレンと、コルザを一気に出せば、ザコは両方とも吹っ飛ぶと思います。どうしようかな。ウが欲しいな。こう置いて。ウを置いて、これいい感じに来てくれたの。これでいきましょう。後方法、後方化という言葉を作れます。やっぱ銃の旋律とか、旋律メンバーが揃っとくと、ステージがな。連携でダメージ当てたり、連携で回復が、来たりと、戦いやすくなるので、なるべく、同じ、戦慄メンバーをな、揃えて戦った方がいいかもしれんぞ。あとはお任せを、師匠。まあ、最初の頃は、あんまり持ってないから、しょうがないかもしれんがの。
これでいきましょう。我々を強くする。よし。大切な者たちのために。いや強いな。この破壊力。あっという間じゃった。さあ2試合目。こっから睡眠が来るんじゃが、まあこのデッキには睡眠は。効かないので全然な、大丈夫じゃん。どうしようかな。ウーをここに先に置いとこう。回答機よし、これで OK。 回答機これでよし。不審者の方は残ってしまうんだよな。ほらよっと、姫様に手を出した。未熟さに気づけました。よし。あとはお任せを、師匠。そしたら次はボールがまだ破壊できてないので、ボールを破壊したい。東方機にしようか。それを置いて、ウは先にこっちを置いておきましょう。もしかしたら言葉が作れない可能性もあるのでな。投稿機、おおむね。うまくウが循環されて回ってきてるので、なんとかなるな。この歌が。よし、2回回復入るかな。今は一人で歌わせて。姫様に手を出した。この歌が、これでまた回復入るじゃん、多分。入んなかったかな。ああ、入った入った、よしよしよし。次。修風って言葉あるかちょっと試してみよう。それで、こっちの方を使おうかな、最初は。講習。よし。まずは。よし。雑魚が上がる舞台はねえよ。ここ。あとはお任せを、師匠。こうやって天属性だったらよかったのにな。若き道行きの礎となる。まあ、天属性じゃダメか。これは、冥属性で全然大丈夫ですか。光が天属性の弱点になってしまうな。とか。これ、こにして、こに、おと、これでいきましょう。おこうと、こうこうと。常に、加工工と、加工等とか、歩行工とか、高校等とか、高校方を狙う感じで戦うと楽になります。やっと、自由になれる。第一楽章、資源の調べ。強いの、これで終わりか。未熟さに気づけました。よし。
じゃあ次行きましょう。次のリーダーはコテンちゃん。こいつのコテン、こいつは闇属性が HP100、 アタック100、衰弱耐性が100で、クエスト中、ターンを進めるたび神種族と獣種族の HP20 アップ、アタックアップ、睡眠耐性100加算される、カッコ2ターン目までって書いてあるので、2ターン目までは睡眠を食らうことがない感じじゃな。なので、おすすめ一応持っといた方がいいのは、このルーバーシンナーこれだな。一応10の戦術のことダマンが技すご技を発生した場合、追加で手札闇属性の、味方に、睡眠の先行化を2ターンつけてくれる。なのでな。あとは、こいつな、こいつ。こやつは、ウォールウルー。こいつはな、ドロー時に、闇の睡眠状態を、回復してくれる。なので、こやつは絶対入れるべきだな。持ってたら。なので、とりあえずあれか、銃の旋律。で、やっぱり銃の旋律は、ここは結構戦いに有利に、進める感じやな。まあこれで大丈夫かな。で、天属性だね、神属性と獣種族の混合デッキになっとる。で、どっちかというと獣種族メインで戦う感じになってる感じではな。神種族とりあえずこれでよしっていうことで、こんな感じのデッキでやっていこう。まあ結局は戦い方は一緒なので、そしたら そしたら、コテンちゃんは、残の戦術か、残の戦術を入れとくと結構戦いやすくなるかもしれんの。これあんまり考えてなかったな。銃の戦術を目にしちゃってるのでな。これでいこう。ザンの戦術も結構連続攻撃してくれるキャラクターが多いと思うのかな。けどな、ウジプにちょっとあんまり合わない感じだったような気がしないでもない。キャラクターが何枚かウジプのキャラクターはおるが、倒せー雑魚。若き道行きの礎となろう。よし、まあ、ほう残っちゃった。そしたら
これにしましょう。このハーモニーを誇りに思う。さあ、真ん中だけやな。自由になれる。さあ、オペラを続けましょう。いい腕だ。だが惜しいな。次。うを置いて。で、包丁、これにしましょう。よし。睡眠の防ぐ効果は、かかってほしいな、今回は。倒しちゃうかな、その前に。あ、倒しちゃいそうだな。強すぎるから倒してしまったな。攻撃しないと睡眠の防ぐ効果がこっちにかからないのはちょっと痛いの。そしたらこうかいとこれでいきましょう。かいとうき、ゆずくさに気づけました。しょうがないわね。若き道行きの礎となろう。そしたら次はで、ウォールが邪魔になってるときはフォルダーもここに置く感じでやった方がいいかもしれんぞ。これでやん。よし、これでこうして、これでこれあれかな？勉強の時間ですよ。第一学者。ちょっと時間かかってんな。もう近い帰った。この歌が我々を進化させる。これも返し帰るの？確か。これがよし。オペラの力です。そしたら結構きついのこれで、中央部これにしましょう。フォルダーの方が良かったの。よし、やっぱここのステージはね、衰弱食らうと即死する可能性があるので、なるべく衰弱耐性 100% のやつをリーダーにして、まあ、一人でやるときはそっちの方がいいかもしれんの。いい腕だ。だが惜しいな。よし、来た。後頭歩、どうしようかな。とにして、あ、これいってんな。あ、高校とにすればよかったな。失敗したな。これでいいや。これでなバフを上げて、高等砲はないんじゃない。
なんか毎回しか会ってない気がしたんじゃかな。この歌が我々を強くする。よし、第一楽章資源の城です。これで倒せるかな。そして倒した。やっぱ連携強いな。よし、はい、ということで、あとの例えばなんじゃが、ソディナンス、ソディナンスを、リーダーにしてやる方法もあるけど、ソディナンス一応睡眠耐性50の、静寂耐性、80あるので、まあ一人じゃなければマルチでやれば、結構いい感じに使える時もあるので、まあこうやってをリーダーにするっていうのもありだけど、あんまりわしはおすすめできんの。まあ、あと衰弱耐性 100% のやつ、こいつとかな。睡眠はもうこういうキャラクターたちになんとか防いでやる感じじゃん。まあそういうやつらを使ってやるっていうのも、手だと思うぞ。まあ一応今回は適正の、強キャラを、紹介した感じでやらせていただきました。はい、ということで、今回はここまで大魔王、オーマーデイジがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。